はい、レンドロボです。はい、今日はですね、Twitter の DM からですね、たくさん、前回の動画に関するコメントというか、メッセージが、ね、いただきました。その中でですね、まぁ、ちょっと放置するにはちょっとどうかなと思ったコメントがね、3件同じ内容でありましたんで、そちらにね、今回はお答えしたいと思います。で、まぁ、その内容なんですけども、なぜ、レンパパさん車を売却したんですかっていうね、問い合わせがありましたんで、それに対して今回はね、お答えしたいと思います。で、この件に関してはですね、前日ですかね、メンバーさんの限定ライブで、報告いたしました。まあもちろんメンバーさんの中でもすごくね、衝撃が走った内容だったんですけども、まあそれに関してはね、まあメンバーさんに関しては、動画の公開前にですね、こういった動画を上げますよとか、で、前でしたらね、編集中ですね、私が編集している姿を限定ライブでね、流したりとかしてますので、まあそういった私の裏の顔が見れるのもメンバーのね、特典だと思いますのでですね、もしねこのチャンネルの情報に興味がある方に関してはぜひねメンバーシップの登録もね、よろしくお願いいたします。何気にここで告知させていただきますけども、まあ月額190円からね入れるという気軽なメンバーシップなんで、まあ解約も簡単にできますんでね、気軽に、入会していただければと思います。ではですね、本題の方に入らせていただくんですけども、まず前回の動画ね、車売却して、手放す時の最後の、動画なんですけども、そちらの反響はですね、私350動画以上上げてるんですけども、データ的に見るとですね、過去、最高の伸び率をがいきました。まあ時間で見るとですね、24時間で見ると最高の伸び率になりました。24時間でね、1万再生いった動画っていうのは今までなかったんですけども、まあおかげさまで、すごく反響のいい動画となりました。で、コメントの数もですね、すごく私ちょうど公開の時間のタイミングっていうのは仕事中だったんですけども、仕事終わってからコメント数がもうすごく多く入っていて、で中のねコメントの中を見ると動画の趣旨というか私が伝えたかったことがすごく伝わったなっていうねコメントがたくさんあって、本当に皆さん車好きの方が集まって同じ共感をしてくれたねコメントをたくさんいただいて本当にありがとうございます。でその中でですね、一つね気になるコメントがありました。っていうのはですね、車を売却した翌日の9時に動画公開をしたんですけども、まあその時の中のコメントにですね、すでにある場所のある店舗さんで、レンパパさんの車らしき、車がありましたよっていうねコメントがありました。で、そのコメントの内容がですね、まず場所の一致、で、店舗の名前が一致してますので、ほぼ間違いないなっていうことで、その日の晩ですね、仕事終わりにね、ちょっと車を見に行きました。で、見に行ったところですね、間違いなく元私の車で、展示がされてましたんで、で、見るとですね、もうすごくピカピカに磨かれてね、自分ではさすがにできないレベルのさすがプロだなと思うような、ホイールも本当にね、新品じゃないかなっていうぐらいね、もうピカピカに、磨かれた車がありました。で、リアはね、もうちょっとステッカーとか全部剥がされちゃって、まあそれはもう当たり前なんですけども、ちょっと寂しい思いをしたんですけどね。まあ最後の姿を見てね、今回のサムネイルですね、動画のサムネイル見てポチッと押してもらったと思うんですけども、その写真が店頭に並んでる写真になっております。で、この件ですね、この件に関してはですね、担当者さん、もう動画を見てくれたみたいなんですけども、動画ね、前回の見てもらった内容はですね、本当に私、子供の前でね、涙を流すつもりはなかったんですけども、まあさすがにね、担当者さんが、私が来る前にね、ベルファイアの後ろに向かって、ありがとう、元気でなって言ったのかな、確か。うん、元気でな、ありがとうって言ったんですけども、そのタイミングとバッチリですね、ハザードがバッと流れたんですよね。私、ハザードのね、流すタイミングっていうのは、例えば割り込みした時にありがとうとか、そういった意味で皆さん使ってると思うんですけども、もう車からね、ありがとうって言われた気がしてしまって、まあ担当者さんがね、ポチッとハザードボタンを押したんですけども、もう私その時の感情としては、車からありがとうなって言ったことに対して、大事にしてくれてありがとうねって言われたような気がしたような感じがして、ね、それでね、涙腺がかなり、緩くなってね、で、最後の姿がこう消えていった時に一気に涙がね、溢れ出たという流れになりました。で、その内容に関してね、やっぱりこう担当者さんも動画を見ていただいて、自分もうるっときたって言ってくれましたんで、本当にね、動画としては最後のね、動画としてはいい動画になったかなと思います。
ね、あとですね、まあ、店舗の方にもね、かなり車の問い合わせが殺到しているそうで、当初は値段が表示されてました。ネット上ではね。ネット上では値段が表示されてたんですけども、私、次の日見た時にではですね、ASK っていう金額のところに ASK っていう、アルファベットが出てました。で、これね、ちょうど翌日、担当者さんが別件でね、用事があって連絡を取ってね、ちょっと自宅に来た用事があったんですけど、その時に値段のことを聞いたらですね、ちょっと問い合わせがかなり来てると。ね、中には私の車であるという認識のもとでね、問い合わせがあったっていうこともあったらしいので、まあ、ネットの力って怖いなと思いまして。で、まあ、それで一応ね、値段を表示しておくことによって、まあ、店舗さんもやっぱりね、たとえ1万円でも2万円でも高く売りたいっていう気持ちもあるんでしょうし、まあ、希少価値がある車としてね、判断していただいたようで、で値段交渉で、まあ、売りますよっていう表示に変えたそうです。で、ASK っていう表示は、要は希少価値のあるとか、ね、店側がその、購入する方を選ぶ時に使う表示方法らしいんですけども、まあ、わかりやすく言うと、まあ、希少価値のある車という判断をね、していただいて、そういった表示になったそうです。で、その結果ですね、まあ、今後、リスナーさんがね、買ってくれればいいなっていうね、自分の意図もあるんですけども、まあ、今回ね、なぜ、売却したかっていうことなんですけども、そこに関してね、ちょっと触れていくんですけども、まず一つ目のきっかけとしては、まあ、動画でも上げたんですけども、先日ですね、友人が車を購入したいということで、30K アルファードのタイプゴールドですね、そちらの見積もりを上げるのに交渉する場を私一緒に立ち会いました。まあ、古くからの担当者がトヨタにいますので、その方に友人を紹介して、ね、見積もりをね、上げていただきました。で、その時にいろいろ聞いた話の中で一番気になったのはリセールバリューですね。まあ言ったら、その3年後、5年後のその車の価値をすでに、トヨタ側がこんだけ保証しますよっていう、パーセンテージがあるんですけども、これはあえてちょっと公表はしないんですけども、かなりいい数字ですね、アルファードに関しては。で、ベルファイアはちょっと若干ね、残念な数字だったんですけども、アルファードだとね、3年後、5年後の価値っていうのがすごくあるなっていうのが ありましたんで、まあ、アルファードを買うという選択肢は友人間違ってないなって思いました。で、その次にですね、まあ、友人、車が、セレナに乗ってるんですけども、セレナの車の価値が、まあ、かなり乗ってます。15、6年ぐらい乗ってて、もうほとんど下取り価格がね、ない状態なんですけども、その時にね、自分の車の値段って今いくらなんだろうっていうことが始まりました。で、そちらもね、動画にさせていただいたんですけども、結局、自分の思ってた相場にかなり近い数字を提示していただいて、で、まあ、買う方ですね。買う方、アルファードをもし買うとなると、リセールバリューがいいっていうこと。で、あと、自分の買い取り価格ですね。自分が思ってる価格が一致したっていうことが結構大きかったです。で、あとですね、まあ本来ね、こういった YouTube をしない状態であれば、あと2年は乗るかなと思ってました。っていうのは、まあ新型がね、2022年もしくは23年に発売されるであろうっていう情報が飛び交っている中、まあ車検も受けたことですし、それで、まあ、2年後ですね、ぐらいになればちょうどね、新車が出るであろうというね、計画を持ってたんですけども、今年のね、年明けの自分の目標としては、まず一つですね、目標がありました。これはリスナーさんにお会いするという目標ですね。実際に、視聴していただいている方とお会いして、まあ、プチオフみたいな形でオフ会をやるということを目標としてました。で、あと一つですね、チャンネル登録者数1万人を年内に、達成するぞっていうね、目論みで頑張ってたんですけども、結果、あそこが達成できなかったっていうことが自分の中ではね、ちょっと努力不足だったかなっていうのがあります。で、その中でね、原因としては、11月の動画から見ていただいたら皆さんわかると思うんですけども、情報発信系の動画ですね。まあ、言ったら車のいじり方の新たなメニューっていうのを発信しているのが全くありません。やっぱりこうリメイク動画であったりとか、実際に視聴者の方と会ったことによって知った情報で真似をしたっていうね、動画っていうのを上げたりとか、あと11月は鈴鹿のオフ会がありましたので、オフ会関連の動画がメインになっちゃったっていうので、登録者っていうのがね、本当に全然増えなかった。2ヶ月ですね。11月と12月っていうのは、この2ヶ月っていうのは、本当にね、8000人からペースがかなり落ちちゃったっていうのが体感しております。で、やっぱりその原因っていうのは、情報発信っていうのをしてないので、なかなかそのね、新たな動画っていうのが、まあ、新規のね、方の目に留まらない。で、止まったところで、オフ会の動画ばっかりであると、やっぱりその、
価値っていうんですかね、その新規の方に関しては、あ、このチャンネルためになるなって思っていただけなかった理由の一つかなと思いますんで、やっぱりこの今の30系のアルファードベルファイアっていうのは、すごく需要があるジャンルとなっているので、まあその自分の中でね、乗り換えのタイミングが今なのかなっていうふうに思っております。で、あと、そうですね、結局はチャンネルのその目標に達成できなかったっていうことをの原因としては20系の情報ですねがもう出し尽くしてしまったっていうことが自分の中でありますので、これからね車をいじっていくっていうこともちょっとね20系ではなかなか難しい状況になりましたんで、だったらもうね、まあ30系のアルファードかベルファイアに買い替えをして、またそこで新たな撮影系の動画ですね。今までは写真を使った動画っていうのがメインだったんですけども、しっかり撮影をした DIY を皆さんにお伝えした方が、まあ需要があるんじゃないかなっていう判断に至った結果、売却という方向に至りました。で、あとですね、まあ結局アルファードね、購入する方向になると思います。で、今の段階ではね、ベルファイアとすごく今迷ってます。っていうのは、やっぱりね、今までベルファイアを乗ってきた思い入れもありますし、ね、アルファードっていうね、車、今後ね、残っていくであろうっていうね、まあ、硬い方ですね、確実に残っていくであろう車種を選択した方が、有利であるっていうのも分かってますので、まあ、ちょっと今ね、すごくアルファードとベルファイア迷っております。で、前の動画ではオデッセイもね、一応候補には入れたんですけども、正直ね、オデッセイは内装は、タイプゴールドよりいいなと思ってますんで、ただ外装がちょっとね、自分の中ではおとなしい感じに受け止めてますし、まあ、チャンネルがアルベルチャンネルということなんで、アルファードがベルファイアで迷っている状態になっております。で、値引き交渉もね、ほぼほぼ煮詰まってきて、そろそろ決断する時期には入ってきているので、まあ、どの車種になるかっていうのは、次の動画でね、皆さんにお伝えしたいと思いますので、まあ、この動画たまたま見かけられた方は、ぜひね、チャンネル登録していただいて、次回の動画でね、告知いたしますので、そこでね、ご期待していただければと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、どうしてその車を売却したかっていう理由に関しては、まず一つはですね、アルファードの見積もりを目の前で見てしまって、リセールバイユーですね、そのパーセントを見てしまったっていうことと、自分の車の値段ですね、っていうのが、思ってた通りの値段だったっていうのと、まあ、で、最終的に、自分の目標ですね、このチャンネルに関して、まあ、YouTube をしていることに関して、まあ、その、自分の目標を達成できなかった理由っていうのが、まあ、20件のね、情報発信が、これ以上ちょっと限界を来てるのかなっていうことを感じましたんで、まあ、チャンネル運営に関して、乗り換えをね、決意したって思っていただければいいかなと思います。まあ、本心としてはね、あと2年乗ってね、新型が出た時に乗り換えっていう段取りはしてたんですけども、やっぱりこのね、動画更新のペース、もうおそらく納車、次ね、いつの納車なのかわかりませんけども、契約してからやっぱり1ヶ月ぐらいの期間はね、待たないといけないと思うんですけども、この間の動画どうするんだっていう話で今、なってます。家の中には車が今ありませんので、情報発信系のチャンネルなのに情報のネタが元がないという状況になってますので、まあ、つなぎとしてはですね、やっぱりこうデータを見せていただいて、今まで過去のね、動画で良かった動画をリメイクしていくっていうことはね、作業はしていきますけども、まあ、言ってもね、一回出てる動画なんで、まあ、新規の方に関してはね、わかりやすくていい動画にはなると思うんですけども、まあ、既存のね、登録者の方に関してはちょっと退屈な時間を過ごさせてしまいますんで、まあ、ちょっとライブがメインにちょっとなってくるのかなとは思うんですけども、まあ、ちょっと動画のネタっていうのもしばらくちょっと お休みという感じになっちゃいますんでね。まあ、そういった感じでですね、このチャンネル、しばらく、まあ、ちょっと、休憩じゃないですけども、ライブ中心と、あとリメイク動画ですね、20系の、まあ、おさらいの動画、みたいな感じになってくるんですけども、そういう風な動画がメインになってくるかなと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、まあ、今年も、明日、明後日、2日間となりましたけども、まあ、皆さんにとってね、来年もね、楽しいカーライフを過ごしていただきたいっていう気持ちと、で、自分にとってはですね、本当にいろいろあった一年だったと思います。まあ、仕事のこともそうですし、まあ、チャンネルのこともそうですし、で、まあそういったことでいろいろあった一年なんですけども、
まあ、今年の目標であるあのリスナーさんとお会いするっていう目標と、ね、まあ、チャンネル登録1万人っていう目標が達成できなかったっていうことを反省しながらですね、また来年、2万人以上の登録者の方に恵まれるように頑張ってですね、引き続きですね、皆さんにもこのチャンネルの応援、ね、レントのパパという人間の応援をよろしくお願いいたします。はい、ではですね、来年ね、このチャンネルのオフ会っていうのも計画しておりますので、ぜひね、まだお会いしてない方、にお会いするっていうことと、で実際に、何回かお会いしてる方との再会もね、願って今年の動画の締めくくりとさせていただきたいと思います。はい、では、来年もね、皆様にとって、良い年でありますようにということと、楽しいカーライフを来年も、送っていただけるようにと願っておりますので、今年1年本当にありがとうございました。では来年もまたお会いしましょう。バイバイ、良いお年を。